インドシナバスの旅、ビエンチャン、ラオス、ビエンチャン、滞在2日目です。赤がね、ホテルの位置です。はい、朝、第1番はタートル湾。まあ、ラオスでも一番有名なところでしょうか。このウッシャリ島、これはね、ラオスの紙幣の中にも印刷されてます。はい、芝生、きれいに手入れされてます。広大です。基本的には木造建物ですね。はい、これきれいに。はい、ラオスの中高校生でしょうか。修学旅行、まるで修学旅行みたいな感じでしたね。はい、これはポストですね。こういうふうに広場があったりして、お土産屋さんもありますよね。赤い花、なんという名前か分かりません。まあ、どこを見てもね、珍しいです。何を見ても珍しい。はい、これね、釈迦言うんですか。ちょっとね、いまいちなんかロボットみたいな感じがしましたね。こういうふうに、何とも言えない色してますよね。こういうふうな、こう、何、祠いうんですかね。こういうのもあります。描かれている図柄もね、やはりこういうラオス、あっち、インドシナ独特ですよね。はい、これもね、ケバケバしいけど、まあ、タイとよく似たような様式ですよね。大乗仏教いうんですかね。はい、こういう感じです。園内にはね、こういうふうな鶏なんかもいたりして、珍しいというか面白かったですね。はい、こう、まあ、こういうふうに大方1時間半、2時間ぐらいいたでしょうかね。野鳥もいました。独特な、もうね、結構大きいです。カラスじゃないです。はい、それでこれはね、トゥーサイ言うんですね。凱旋門です。わあ、これも結構ね、近く行ったら大きかったですね。外観はね、地味なんですけど、こう、天井を見上げるとこういうふうにね、結構細かい模様が施されてました。はい、若いお坊さんたちね、托鉢にも出るんでしょうか。お土産屋さん、昼寝してます。はい、もうこれから、はい、トゥクトゥクに乗って帰ってますね。 From the people of Japan、 日本からの寄贈された中古のバスみたいでしたね。たくさん見かけました。はい、メコン川、やはり雄大です。メコン川、何度も聞いたメコン川です。はい、これはまあ、英雄でしょうか。はい、こういう銅像があって、公園整備されて、ここで子供兄弟が水遊びしてました。まあ、ずっと見てましたけどね、何が面白かったんでしょうかね。水が噴き出してたんですね、あそこ。はい、これからまたトゥクトゥクに乗って、さあ、もう今度はホテルへ戻るんかな。はい、このトゥクトゥクね、随分ガタガタしました。もうクッションが全然なくてね、腰骨、尾てい骨ガタガタして、臀部がね、相当痛めつけられたような気がしてます。この辺りね、ラオスの官庁街いうんですかね、高級住宅街でもありましたね。白い塀がずっと続いて。ラオスはね、あくまでも社会主義の国です。赤い旗、星のマーク、結構見えました。はい、ありがとうございます。今日はこれで終わります。